ケースぐるっと回すとこんな感じ。360度回るリングが搭載されています。今までのケースと何が変わったかっていうと、はい、皆さんこんにちは、キスケです。今回なんですけれども、僕が愛用しているこちらですね。トーラスというメーカーから発売されているオースタンド R というケースなんですけれども、こちらがですね、進化して別バージョンが発売されましたので、そちらをね、ご紹介していきたいと思います。はい、ということで早速やっていきましょう。はい、ということで今回はトーラスから新しく発売されたケースをご紹介していきます。で、その前にですね、僕が以前使ってたモデルってどういうものなのっていうのをね、軽くご紹介したいと思います。今使ってるのがこちらですね、トーラスのオースタンド R というスマートフォンケースとマグセーフリングが一体化したケースになっています。どういうことかというと、このね、マグセーフの部分、こちらが展開できるようになっていて、これをね、このままスタンドとして使用することができます。これはね、縦向きもいけるし、こんな感じで横向きもいけます。で、さらにね、前回のアップデートでこのね、リング部分がこんな感じで回るようになりました。なので、これによって本当にね、いろんな角度で、例えばこういう角度とか、これリング反対側にくるっと返し上げたら、こういう感じで寝かせる縦向きとかも立てることができるので、このリングが360度回転することによって、よりね、様々なスタンド方法に対応しました。で、さらにですね、このリングの中に指を入れて、こんな感じでグリップとしても使用することができます。スマートフォンをいろんな角度でスタンドさせて使いたいとか、あとはね、落としたくないっていう人には非常にうってつけのアイテムになっています。で、さらにね、本体のケースはミル規格に対応しているので、耐衝撃性がね、優れていて、落としても大丈夫っていうのがすごくいいポイントになっています。僕一回ね、ループっていうその電動キックボードみたいなのに乗ってて、 iPhone 15 Pro Max って大きいので、スマホスタンドにギリ入らないんですよね。なので無理やり入れて一回乗ってたんですけど、そうするとね、走行中になんと落としてしまったことがあって、ただね、落としてもスマートフォン自体は無傷で済みました。まあ、誰もいないところで落としたんで、別に怪我とかはなかったんですけれども、そんな感じでね、走ってる途中にコンクリートに落としても大丈夫なくらい耐衝撃性能っていうところに優れています。そして満を持して新しく発売されたのがこちらでございます。ダダン、トーラス U プロオースタンド SR という商品でございます。 SR ですね。今回こちらのケースは2色展開になっておりまして、クリームホワイトとダークグレーの2色になっています。今回送っていただいたのはダークグレー送っていただきました。ということでね、早速こちら見ていきたいと思います。はい、ということで開けてみました。こちらがですね、 U プロオースタンド SR でございます。ケースぐるっと回すとこんな感じですね。まずできる機能としては、先ほどと同じくリングがついています。こんな感じでパカッと展開させて、360度回るリングが搭載されています。もちろんマグセーフにも対応しているので、はい、こんな感じのね、マグセーフの三脚スタンドとかもパチッとこんな感じでくっつけることができます。もちろんこのマグセーフは充電にも対応していますので、マグセーフ付きのモバイルバッテリーとかワイヤレス充電器の上に置くと、しっかりね、 iPhone も充電することができます。で、今回色味はダークグレー送っていただいてるんですけど、このダークグレーの部分はね、このリング部分と、あとはケースのサイドですね。で、さらにボタンに関してもダークグレーになっています。これがクリームホワイトだと、このダークグレーの部分がクリームホワイトになってるって感じですね。今までのケースと何が変わったかっていうと、この側面とカメラ周りの耐衝撃性がアップしました。この側面のグレーに関してはクッションが入っているので、このクッションのおかげでね、耐衝撃性が上がってるということですね。今まではね、ケースの中にクッションとかはなかったので、シンプルなね、このケース1枚って感じだったんですけれども、ケースの中にゴムクッションが入っていることによって、さらにね、耐衝撃性がアップしています。で、あと細かいんですけれども、このスピーカーの部分、ストラップを通すための穴がつきました。今まではね、スピーカー用のくり抜き穴しかなかったんですけれども、ここにね、一つ仕切りを作ることによって、ここにストラップをかけれるよっていう穴も追加されています。 iPhone をね、首からかける人とか、まあ、そういうストラップ使う人にとっては嬉しいアップデートですね。で、さらにアップデートしてるのがこのリングのね、硬さですね。以前のモデルより確実に硬くなっています。このオースタンド R の方はこんな感じで押すだけでくるっと回っちゃうので、こういうね、撮影用のアクセサリーつけた時に軽い力で回転しちゃうので、スマホをね、水平に保つことができませんでした。はい、なんですけれども、今回は結構ね、リングの回転が硬くなったので、こんな感じで振ってもスマホをね、ずっと水平に保つことができます。これで撮影用のアクセサリーと一緒に使うことができますね。いや、これはね、めっちゃいいアップデートです。ただね、マグセーフに関しては硬くなっただけで、ロックがかかるわけじゃないので、
こんな感じで動かすと iPhone はね回転するので、こういうマグセーフアクセサリーを使って動画撮影するときはこの回転にはね注意しないといけなさそうです。マグセーフの磁力の強さなんですけれども、マグセーフの磁力の強さは一緒ぐらいですね。マグセーフの磁力が弱くてアクセサリーが落ちちゃったっていうことは全くないと思います。磁力はねどちらも強いですね。はい、そして実際に iPhone をはめてみるとこんな感じですね。はい、このカメラのね周りのカバーに関してはしっかりねカメラの出っ張りよりも外に出ているので、カメラ面を下から落とした時でもレンズねしっかり守ってくれます。でさらに側面から落としても対衝撃性ね上がっていますので、こちらもね落下に強くなりました。今までのケースでもかなり個人的には満足してたんですけれども、このね対衝撃性が上がってくれたっていうのはね非常にいいアップデートですね。やっぱりね iPhone って高い買い物ですし、あとはリセールバリューとかもね気にされる方多いと思いますので、こういうね対衝撃性が強いケースを購入して iPhone をね綺麗な状態で高く売るっていうのがね重要なんじゃないかなと思います。ということでこちらの Upro O Stand SR なんですけれども、進化したポイントは3つですね。1つ目は側面とカメラ周りにクッションカバーが新しくついたことによって対衝撃性がアップしました。これによって落下に強くなって iPhone を傷つけにくくなります。でさらに進化したポイント2つ目がこのねリングの回転ですね。リングの回転が硬くなったことによって、こういうね撮影用のマグセーフアクセサリーをつけてもスマホがね回転しにくくなったので、よりね動画撮影がやりやすくなりました。さらに3つ目は細かいアップデートですが、スピーカーの穴に新しくねストラップ用の穴が追加されました。まあ、元々のケースでもかなり完成形にはなっていたので、今回はねマイナーアップデートで確実にね進化してきたって感じですね。で注意点なんですけれども、こちらのケースはこのね撮影してる段階で発売されているのが au のオンラインショップと店頭のみなんですよね。オンラインショップのね URL に関しては概要欄にリンク貼っていますので、ぜひそちらからねチェックしてみてください。でさらにね僕は iPhone 15 Pro Max をメインで使ってるんですけれども、今回ね発売されたケースは iPhone 15シリーズのみの対応になっています。プロとかねプロマックスのケースは今のところね発売されてないので、ぜひね無印の iPhone 15シリーズ使ってる方はこちらのケースチェックしてみてください。まあ、おそらくねプロとかプロマックスモデルも出ると思うので、出たらねそれ愛用していきたいと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はトーラスから新しく発売されたUPRO O Stand SR をご紹介していきました。今回紹介したケースに関しては概要欄にリンク貼っていますので、ぜひそちらからチェックしてみてください。僕はね、いろんな iPhone のケースとかアクセサリー紹介していますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい、ということで今回の動画はこんな感じで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。以上。